皆さんこんばんは、ジャーナリストの津田大輔です。平日午後7時から放送していますポリタス TV です。今日金曜日なので、月曜日の午後7時までは今日の放送無料で見られます。それ以降は月額730円の会員にご登録いただければ、いつでも24時間365日好きな時に見られますので、しかも、登録している番組は全部見られますので、お時間のある、ね、週末とかに見ていただければなと思います。皆さんですね、好きなタイミングでぜひ登録いただいて見ていただければなと思います。番組ではですね、その時々の時事問題や社会問題、メディア、テクノロジー、文化や芸術などについて取り上げているんですけれども、今日は芸術ですね、まあ社会性の強い芸術、展の紹介ということなんですけれども、こちらご覧ください。はい。これこの間、美術手帳でね、大きく取り上げられていったんですけれども、こちらはあれですね。カナリアがさえずりを止めるときというですね、展覧会が今広島市内で、開催されてるんです。これは岩崎貴弘さん、2017年のベネチアビエンナーレの日本館の代表作家で、去年のですね愛知トリエンナーレ2019にもエンドジゾン地区で参加していただいた、日本を、ね、代表する若手作家の一人ですけれども、その岩崎貴弘さんが、企画をした展覧会がこのカナリアがさえずりを止める時ということなんですね。まあ、岩崎さん、キュレーションとかやらないわけではないんですけれども、まあ、積極的にやってるという人ではなくて、かなり、ね、久しぶりにこのキュレーション展覧会の展示企画をやったそうで、まあ、普段は作家活動をしてるんですけれども、今回は岩崎さんがやはりこれやむにやまれず、企画をせざるを得なかったという、ちょっとそういう特殊な事情が背景にあるんですね。というのも、今年に入って、岩崎さんがこの広島市立大学の芸術大学の教員が、学生にですね、まあ、ハラスメントして懲戒処分されたということがあったんです。で、まあ、どうしてもですね、これ、まあ、愛知トリエンナーレ2019でも指摘して、まあ、問題提起した、まあ、アート業界にかなり男性優位な構造があって、まあ、その構造がある、あるがゆえに、ハラスメントというのが非常に横行していると。で、美術業界でそういう事例がもう相次いで起きているということで、やはりこれ岩崎さんも、まあ、その卒業生として、この自分の母校でそういうことが起きた、しかも今回今年起きたんですけど、その8年前にも同様の事件が起きていたということで、これは深刻だということで、まあ、この教育現場でこういったハラスメントが繰り返されないように、まあ、全ての関係者が、まあ、当事者視点で検証する機会が必要であるということで、まあ、美術展を通じてそういう権力構造だとか、まあ、そういうハラスメントが起きやすいものに対しての、異議申し立て、問題提起というものを、やるべきである、まあ、責任があるということを、ね、感じて、この規定の展覧会を、企画したということなんですね。まあ実際に僕もこの広島まで行ってこれ展示見てきました。いや、素晴らしかったです。このポリタス TV でもですね、夏に、東京芸大で、ね、展開した、彼女たちは歌うというですね、やはりまあジェンダーとか、まあ、男女のこの美術業界における、アート業界のこの男性優位構造への、まあ、異議申し立て的なね、まあ、そういうアートを、取り上げた展覧会があったんですけども、それと本当に呼応するような展覧会で、まあ、テーマとしては非常に近いんだけれども、やはりまあ作家はそれぞれがやはりまたそれぞれ のユニークな視点で、作品を作っていて、どちらもまあ見た僕としては非常に楽しめたし、まあ、考えさせられるものでした。まあ写真もいろいろ撮ってきたので、この展覧会のレポートをするんですけれども、まあ、その前に企画をした岩崎貴弘さん、まあ、僕も本当に愛取り以来久しぶりに会って、まあ、いろいろ話すことができて非常に楽しかったんですけれども、岩崎さんに、この企画なんで展示したのか、どんな作品が並んでるのかということを、簡単にインタビューしてきましたので、まずはそちらの映像をご覧ください。この展覧会、どんな展覧会なのか、企画の意図などを教えていただけますか。全員で16名の女性が14名、男性が2名参加した、広島市立大学出身関係者で作品を作っている作家で構成した展覧会です。
みんなそれぞれ社会の抑圧だとか差別だとかっていったものをどこかにテーマに入れて作品を作っています。そういったものが16点以上展示されています。これ岩崎さん男性でね、こういった、まあ、アート業界でのこの女性への抑圧、はい、これをテーマにした展覧会を企画するということ自体がかなり異例なことでもあると思うんですけれども、はい、何がきっかけでこの、展覧会を作ろうと思ったんですか？最初のきっかけはやはりこの大学のハラスメントをしたということで教員が処分されたっていうことがきっかけだったんですけど、まあその他にも昨年の愛知トリエンナーレからずっと続く男性優位社会によって引き続き起こっているそのハラスメントがやはり身近でも起こった、広島でも起こったっていうことをやっぱ美術を志す者として無視しない方がいいなと、みんなで対話して考える場を作りたいと考えました。そういったことがまずきっかけでした。実際にこれ展覧会が完成して、どんな、なんていうか、達成感とか満足感とか、あ、こんな展覧会になったなっていう充実感はありますか？割と大学では女性の作家が多いんですけど、僕の感想では少し軽視されているような、少しこう、なんだろう、女性の作品って私小説的な作品が多いので、まあ君の問題じゃないみたいな、ちょっとこう男性教員が引いてるようなところがあったんですけど、なんかこう一堂にそれを集めて一つのテーマ切り口で見てみると、いかに彼女たちが深く政治的で社会的な問題を自分の身体とか環境を通して作品に練り込んでるかっていうことが改めて見えてきて、すごく自分自身勉強になりました。これ展覧会15日までだっていうことですけれども、はい、どんな人に見てもらいたいか、最後にメッセージいただければ。僕が目指したきっかけとしては、みんな人権意識をアップデートしていく、常に勉強し続けるっていうことが目標にあったので、若い人から老若男女、教員まで、学生から教員まで、いろんな方に見てもらって、いろんな社会状況を一緒に考えてほしいなと思っています。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、ということで、岩崎さんのインタビューを聞いていただきました。はい、実際に今日ですね、この展示がもう今開催中なんですけれども、実はまあね、もう展示の期間が15日までということなので、実はもう明日明後日しかないんですね。なので、まあ、あと広島なので、これご覧になってる方はね、どこにいらっしゃるのかちょっとわからないんですけれども、明日明後日がまあ会期、明後日までの会期なので、行ける方はぜひこの週末へですね、行っていただければなと思います。ちなみに今日はですね、チャットで書いてるんですけど、生放送です。今生放送でチャット見ながらやっています。先ほどのインタビュー映像はスマートフォンで iPhone で撮りました。まあ、iPhone でね、撮ってもうそれをそのままパッと流せるのでいい時代だなと思います。はい、ということで、じゃあどんな作品があったのかをちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、まずはですね、会場が2つあるんですね。会場が2つあって、そのサテライト会場、メイン会場とは違うサテライト会場の方から行こうと思うんですけれども、これはですね、広島にですね、広島の市営の元町高層アパートっていうのがあるんですね。そこに行ってきました。でここはですね、元町高層アパートっていうのは、もともと、まあ、戦争が終わった後ですね、ここに原爆スラムと呼ばれている、まあ、バラック街があってですね、まあ、非常に住む原爆でね、被害を受けて、住む家も奪われてしまったような人たちが、まあ、寄り合いのような形で、まあ、バラックで、まあ、ある意味不法占拠してね、住んでいたっていうようなところのその地域だったんですけれども、そこを、まあ、ジェントリフィケーションというんですかね、再開発というような形で、これが60年代か70年代ぐらいですかね、このアパートができたんですけど、でもね、このコースアパート自体がすごくいいんですよ。実はこれ大高正人の設計によるですね、もうかなり名作のメタボリズム建築としても知られていて、まあ、このアパート自体が構造も外観もなんか設計もですね、非常になんかかっこいいアパートなんですね。
で、その中にはこういう形でですね、非常に昭和な感じのいろんなショッピングセンターがやお店が入っていて、この中に、実は2017年にですね、チンポムの、水野さんと、そしてアーティストの久保弘子さんと浅田義行さんの3人で、ここの中の、空いているスペースを使ってですね、オルタナティブスペースのコアっていうのができたんですね。で、まあ、もう建築から、建設から約50年、だからまあもう、そうですね、1970年ぐらいにできたアパートですから、まあ現在はですね、やはりもうかなり古い建物なので、少子高齢化が急速に進んでいて、この商店がいろいろ入っている通り自体もやっぱシャッター街にちょっとなってきていると。非常にあの昭和のあのいいあの雰囲気が残るですね、お店がたくさんあっていい感じなんですけれども、ここにやはりこういうオルタナティブスペース、文化活動ができるスペースがあることで、あの後で活性化できないかということで、この、あとあのオルタナティブスペースができて、今回はそこも、サテライトの会場になっているということですね。はい。で、そう、これいいですよね。このロマンっていうので、アートコーヒーがあってね、こういうのもなかなか最近見なくなって懐かしのところですね。はい。で、ちなみに、この元町ショッピングセンターの中にはですね、花ぶさっていうですね、まあ、割烹とかお寿司とかを出している、いい感じの、料理屋さんがあって、ここ僕も行ったことあったんですけど、すごい美味しいです。それなりにお高めですけど、多分東京とかと比べれば、3分の1とか2分の1ぐらいのお値段で食べられるような、めちゃくちゃ美味しいところで、ここはですね、検索してると見つかりますけど、椎名林檎とかもお気に入りで、ツアーでね、広島とか来た時にはここを寄ったりするっていうぐらいのお店らしいですね。はい。椎名林檎元町とかで検索すると、このお店が出るっていうぐらいには有名なお店です。ぜひですね、ここは本当に美味しいのでね、ぜひ行っていただければなと思いますけど、その中に、こういうオルタナティブスペースコアっていうのがありまして、こちらで、カナリアがさえずりを止める時の、サブタイトル証言者っていうようなで流れているような、そういう作品群があります。でスペースに、はい、スペースに、入り口のところにはこういう説明書きが置かれてまして、入りますと、ここに書いてありますね、読みましょうか。この度、現代表現研究室では、ここオルタナティブスペースコアでカナリアがさえずりを止めるとき、拘束される体を開催いたします。カナリアは炭鉱内で有毒ガスを感知すると鳴き止むとこから検知器として使われていたように、まあこれまでアーティストは炭鉱のカナリアと例えられてきました。近年美術業界では人権を侵害する自然事件が多発しており、美術大学も例外ではありません。このような不穏なガスが噴出する時代に大学で育ったアーティストたちも、目に見えない息苦しさや、未知の価値観をいち早く感知し作品に忍ばせています。このオルタナティブスペースコアの作品では、絵画、インスタレーション、映像、彫刻、ドキュメントと千差万別ですが、5名の作家は立場が違えど現在も大学に在籍しており、現役の当事者視点を持った証言者と言えます。すべて新作となる出品作は、野生と人工の痴漢、子から母の拒絶、疑似的な自殺、古典的遠近法の脱構築、密集性を破る武器といったようにテーマも様々ですけれども、これら表現の根底にはアーティストたちによる、権力の非対称性による、強い抗いを共通の問題意識として読み解くことができます。ハラスメントの撤廃や人権意識の変革は容易なことではありませんが、現代社会の複雑な在り方に対峙したアーティストたちの証言を反映したこれらの作品は、理想論や安易の解決策を乱暴に語るのではなく、私たちにハラスメントにつながる問題の多角性や多様な視点をもたらしてくれます。ということですね。はい。で、いろいろ作品なんですけど、まず、まあ、入ってみると、そんなにスペース自体はね、大きくはないんですけれども、その中にこの清高泡立ち層ですね、清高泡立ち層がいろいろ置かれているんですが、その中に作品が、置かれているという感じですね。まず入って左側で、目につくのはこちらですね、金山智美さんの食卓という作品ですね。まあ、コマ撮りのアニメーションと、そこに、で、そこで使われた人形ですね。これが置かれています。これは、母親と娘がですね、食卓を挟んで向かい合っていて、これ映像がコマ撮りのアニメーションであるんですけれども、そこで、で、こういうですね、これは映像のシーンですね。で、
母親の出す料理を娘が拒絶して、で結果お母さんと娘が違うものを食べてるんですね。お母さんは虫食べてるけど、子供は多分これなんでしょうね、プチトマトかな、トマトか、まあ果物かもしれませんを食べているっていうことですね。でやっぱりなんか成長した娘が母親がいなくなった家で、以前は拒絶した食事と向き合うみたいな、そういうようなシーンなんかも描かれていて、まあ、理解と選択によって有意的に、まあ、形作られるものということ、まあ、そこはやはり母親と娘のすごい微妙な関係みたいなものを描いた、作品ですね。まあ、映像とそれで映像とアニメーションで使ったものを、両方展示してインスタレーションにしているという感じですね。これ面白かったです。はい。で、こちらの、安村ひな子さんの、まあ、セタカ立ち荘の作品ですね。これは、まあ、アンタイトルドっていうことなんですけれども、これ実は、もう一つのメイン会場である広島市立大学に自生していた、そのやつな、セタカ立ち荘ですね。まあ、それをこういうふうに展開してるんですけれども、結局でも野生植物にとってみると、セイタカアワダチソウで当然外で一番育つようなものが、まあ、こういう形で鉢植えになる、鉢植えっていうのはセイタカアワダチソウにとっては当然これ窮屈な環境ですよね、本来こういうふうに鉢植えにされることを想定されてないで生えて成長してるのがセイタカアワダチソウなので、まあ、それがこういうこれをだから安村さんは、まあ、これって美大と似てるよなと、まあ、本来だったら外で野に放たれて自由に活動すべきアーティストが、それがこういうふうに鉢植えに入っていることで、まあ、このセタカワダチソウが学生で、この鉢がそれぞれの鉢がなんか大学みたいな感じで、やはりまあセタカワダチソウが多分自分たちね学生みたいに見立てて、まあ、閉塞さん感とか、まあ、あとは井の中のカーズみたいなね、盲目性みたいなもの、そういうものを、示唆をしているっていうので、まあ、そういうふうに、確かにそういうふうに視点で見てみると、考えてみると、我々確かにセイタカワダチソウというようなところで見るんだけれども、室内で鉢植えされていることっていうことのその違和感みたいなものに気づくと、すごくいろんなものが見えてきて、これもなかなかユニークだなと思いましたね。確かにね、こういう環境で、これセイタカワダチソウって見ないですからね。なかなかこれはすごく良かったですね。はい。で、そのセイタカアワダチソウの中からもですね、いる作品とかも見えてきて、これは面白かったですね。疑似的な自殺ですね、っていうのをテーマにした、これはですね、何さんだろう。ごめんなさい。これ、名前が読めないな。ちょっと検索をしようかな。生放送だからね、生放送だといいですよね。いや、これの検索をするので、ね、漢字がすごく難しいので、ちょっとウェブサイトに見ましょう。カナリアがさえずりを止めるとき、で、名産家アーティストがあるはず、ありました。あ、これはあれでしたね。柳谷優香さんって言って、柳の旧字体か。柳の旧字体だから分かんなかったんだな。はい、失礼しました。柳谷優香さんの作品です。これは、まあ、どういう作品なのかっていうと、まあ、現代におけるね、自殺者の多くは、まあ、社会的な弱者で、まあ、自殺っていうと、まあ、首吊りとかいろんな手段あるんですけど、一つやっぱり、ポピュラーなその手段として飛び降りっていうのがあります、ね、でその飛び降りっていうことと自殺っていうことから、まあ、着想を得て、まあ、バンジージャンプですね。でバンジージャンプとそれを結びつけて、でバンジージャンプの起源であるナゴールの逸話っていうのがあってですね、そこから着想を得て、自分自身がその生き残った、飛び降りたけれどもそこで生き残った、生き残った自殺者というモデルになることで、まあ、ハラスメント問題に活路を見出そうとしたということですね。で、で、これ、作品の中、ちょっともっとこれ拡大してみると、これですね、お金が入った、まあ、封筒ですね。
でこれはだからその労働の時働いてる時に受けたハラスメントみたいなものがあるんですけど、多分その給料が入っていたあの袋でしょうね。まあでそれがあって、その中にまあ羽が入っていて、でそのこの労働、まあ嫌な思いもしたこの労働で得た対価というもので、多分バンジージャンプをしたんですよね。でバンジージャンプをして負のエネルギーを転換して作品にして、で多分これ本人なんですかね、本人かじゃないのかちょっと分かんないですけど、でも多分本人なんだと思いますね。でバンジージャンプをして、その時に私はあの時死んだっていうことで、まあ、まさにだからハラスメントしたことを、まあ、疑似自殺をして作品化して、その労働自体を作品の制作品にするということを転化したということで、まあ、非常にこれもなんかコンセプトがパッチリしてて面白いあの作品だなと思いましたね。音が聞こえなくなってますか？え、大丈夫？あ、なんかなんだろうね、音が。すいませんね。また、あの音が、ちょっとですね、おそらく、今日、そうなんですよ。広島に来ていて、広島に車で、コロナもあるので、車で行こうと思って、車で来ているので、今、ネットがね、あんまり、早くないところなのでですね、それもあるのでですね、ですね、ちょっと待ってくださいね。これがあれなんだな。まあいいや、ということで、はい、まあなんかまた音がおかしくなったら、多分おそらくネットの回線が足りてなくて、それで音が変なふうになるっていうことがあるかもしれません。まあその時は言ってください。はい、ということで、これが柳谷さんの作品ですね。で、もう一つ、これも面白かったですね。これはね、やっぱり実物を見てほしい作品ですね。これは山下しおりさんの作品で、これは板と板がですね、こうやってあって、その板の中にこうやって覗き込まないと中が見れないっていう絵ですね。でこれはその遠近法ですね、絵画、ルネサンス、説明書きにはこうやって書いてます。ルネサンス期に発明された絵画技法の一点透視図法というのは、まあ、平面なんだけど、その疑似的な空間を生む他に、まあ、見るものの位置を限定させて、消失線に神の存在、権威性というのを、生み出しました。で絵画研究をする山下は本作でデカルコマニー技法を用い、まあ、僕はデカルコマニー技法って言われても分からないんですけど、絵の具を押し付けられる側という、ハラスメント発生原因である立場の非対称性を暗喩させます。で両者の対称性を、部外者は正確に捉えられないことを示すため、2つの画面を向かい合わせ、鑑賞者はそのわずかな隙間からしか内側の図像をうかがい知れないように展示しますと。で、まあ、でなのでその後書いてあるのが、まあ、権威的な遠近法というのを物理空間内で再構築させた、表現と言えますということで、これは面白いなと思いました。その、まあ、なるほどねと、その絵の描き方自体がその図法自体に、まあ、すごい権威性みたいなものっていうものが実は、まあ、手法自体に入っていることで、そのことをこうやって向かい合わせにして中から覗かないと見れないようにするっていうことが、まあやっぱちょっと権威のね、脱構築みたいなところが多分あるので、まあ、これでしかもやっぱり何がいいのかなと思ったのは、やっぱアートってね、やっぱ実物見ないとわからないじゃないですか。こうやって写真でレポートしても絶対わかんないわけですよね。全ては伝わらない。だからこの僕がやっているこのポリタス TV だって権威性があるわけじゃないですか。だからまあ愛知トリエンナーレのディレクターをやった津田が見に来て、でそれを取り上げる、でそれを肯定的に取り上げるのか否定的に取り上げるのかみたいなものにも実はすげえ権威性って発揮してるわけですよね。取り上げられた人、取り上げられなかった人みたいなっていうのがある中で、でも結局もうレポートしようと思ってもこうやってもう覗き込む。で目だったらもっと本当に奥までじっくり覗き込むんですけど、カメラだとやっぱり視点が1個しかないから、ここまでしかやっぱ見れないわけですよね。そうすると、このけ、なんていうかね、僕の持っている、この番組が持っている権威性みたいなものに対してのすごい抵抗がほろみられてるっていう言い方もできるので、だからこれはすごく、やっぱり生で見ないと絶対にわからないアートっていう意味でも、あとはその、なんだろうな、メッセージ、
そこに込めてるハラスメントに対するやっぱ権力者に対しての異議申し立てっていう点でもすごくなんかよくできた面白い作品だなっていうことを思いましたね。はい、奥までねなんとかやるんですけど、こうやってようやくそこまで近づいて少し、ね、見えてくる。でもやっぱり全体を見ることができないっていうあたりですね。はい、デカルコマにロールシャッハテストみたいに絵の具を挟んで対象付けができるんだ。すごい、よくご存知ですね。冬月さん、現代アート説明いるからめんどくさい。そう、これね、現代アートの面白いところですよね。説明がいるからめんどくさいって僕も最初思ったんですけど、むしろ最初に見て説明なしで見て、うん、どうなんだろうみたいに思って自分なりに考えたりとかして、で説明を聞いてもう一回見ると、あ、そういうことねって言って楽しめる。でさらにやっぱ現代アートがいいのは、いろいろ見ていくうちにこれはこういうことなんじゃないかなっていうのが予想がつくようになって、説明を見た時に合ってたっていう時の面白さっていうのが最高だったりするので、まあだから説明はね、説明がいることの面白さっていうのはそういうところだと思います、現代アートは。はい、あ、これもそうですね、あの縦のやつと横のやつがあるわけです。はい、こういうふうになって、中から覗くことができます。なかなかね、ピントも合わないんですよね。いやー、なかなかこれはね、いいなと思いました。これもね、なかなか皮肉効いててよかったですよ。これはですね、小松原雄介さんのボイスメッセージっていう作品ですね。これはまあ、見ればわかると思うんですけど、IC レコーダーです。で、IC レコーダーで、IC レコーダーでずっとこれ、IC レコーダーが、動いてるんですね。動いていて、会場のこの入ってきた人の音がずっと録音され続けている。まあ、たったそれだけの作品です。何それで作品になるのってことなんですけれども、でもこれも、まあ、説明を読むと非常に分かりやすいんですが、まあ、小型でこういう長時間の録音ができる IC レコーダーは、まあ、我々普段会議だとか取材を記録している、まあ、そういう便利な機械であると同時に、まあ、これって実は今ハラスメントのための武器になってますよね。これは昔ではなかったことなんですけれども、告発されるための武器にもなっている。でやっぱ IC レコーダーって結局そのただ録音っていうのはそうやって武器にも使われる、そして便利な道具としても取材用の道具としても使われる。しかし同時に盗聴にも使われるわけですよね。まあなんか服の中に隠しておいて告発をする、まあ告発をしないまでも盗聴したりとかっていう、まあ悪い目的でも使われるわけですね。でもこの録音と盗聴っていうのはすごく実は曖昧だよねと。でそこの曖昧な境界を行き来する存在、まあなんていうか、こう例えがいいかわかんないですけど、まあ包丁だってそうですよね。包丁って別に普段は料理を使うけれども、でも人を刺す目的でも使える。武器にもなる。だからやっぱりそれを行き来する、曖昧な存在であるわけですよね。で、この作品はどういう作品かっていうと、会場の録音声をただずっと録音しているんですけれども、録音が、まあ、期間が終わって、その会期が、会期というか、その毎日オープン、会場が終わって、終わったら停止するんだと。で停止して、でそれを聞くこともなく消去しているそうです。まあ、小松原さんは録音を回帰中高の作品では録音してるんだけれども消去すると。だけどまあ我々もこうやって最初ここの空間に入った時にはまあなんかこんなの置いてあるなとか思うけど、まさかこれがリアルな IC レコーダーでそれが動いて今録音されてるなんてことは分かんないわけですね。分かんないけど不意に、あ、これ何録音されてんのと思った瞬間に、まあなんかちょっといろんな嫌だなとか怖いなとか恐怖感みたいなのを呼び起こされるっていう、まあなんかそういうことを思わせるような、あ、まさに作品ですよね。まあ不意に警官に遭遇したような時の恐怖感を呼び起こされる。まあ監視カメラとかも同じようなね効果あると思いますけど、まあそういうものと同じようなものですよね。だからいいですよね。だからこういうなんかIC レコーダーをただこうやって置いて録音してるだけでもコンセプトがちゃんと明快だと現代アートとして成立するっていうので、これは面白いなっていうことはね思いますけれどもね。はい、というのが、こちらの、オルタナティブスペースコアでやられていた証言者の方の作品5つでした。で、広島市立大学の方に移動しまして、こちらの方で行きました。
で、広島市立大学もいろいろ作品あったんですけど、入り口のところのに、置かれていたのがですね、久保弘子さんですね。このオルタナティブスペースのコアを運営している人のアーティストの一人ですけど、これがですね、だから入り口のところを行くと、まずこういうふうにですね、彫像が切れたやつね。で、置かれてて、って思うんですね。で、これはハイヌベレの彫像って言って、で、あれなんでこういう切れた彫像があるんだろうと思って、中に入っていくと、この胴体のところがあり、で、もうちょっと奥に行くと、この顔のところがあるっていうことですね。このハイヌベレっていうのは、インドネシア の神話に登場する女神で、その殺害された死体から作物が生まれたっていうふうにされてるそうなんです。なので、この久保さん自身は、今、子育てしながら制作をしていて、まあ、出産して育児をして、自分の命を削りながら新しい命を育てている、その日常と、この女神、このハイヌ・ウェレの、この女神殺しの逸話っていうものを、まあ、重ね合わせて、で、しかもこの彫像が3つに、解体されているということで、まあだからやっぱりその多分アーティストとして活動したい久保さんと、でも母としてそれが十分にできないっていう状況とか、多分いろんな引き裂かれているよね状況ようなものとか、だから多分そのようないろんなものが投影されている作品で、まあ多分女性の不自由さみたいなものとか、だって神話になってるぐらいですからね、そういうものはね、殺害された死体から作物を生まれるみたいな、つまりだから世の中が豊かになるために女性が犠牲になれっていうふうにも取れるような神話ですよね。まあそういうものが投影されて作られたものですから、まあそういうものと自身の境遇みたいなものを重ね合わせている部分もあるし、まあでもそういうものも含めていろいろな読み解きができる作品なんじゃないかなと思いますね。で、これがまあ入り口の受付のところにあって、で5階に上りますと、さっきのこの、の途中でポスターがありましたと。で、こちらですね、金沢、ということで、まあ、こちらの方の、繊維、説明があります。まあ、これも読みましょうか。カナリアは、まあ、これはもうさっきと同じだからいいですかね。で、こちらの、キャット、CA プラス T キャットラボラトリーでは、身体を一つのメディアとして捉えた作品を中心に展示しています。粘土やプラス、まあ多分さっきのオルタナティブスペースコアの方はやっぱり権力の非対称性っていうのがテーマだったと思うんですけど、こっちは身体ですね。粘土やプラスチックでできた身体彫刻や、延々繰り返される手の所作、どこともなく聞こえる鼻歌、大きく描かれた手書きの文字、肉眼では捉えきれない髪の毛など、私たちが持って生まれた器である体は、身体は時に政治的に扱われたり、時に生物的死体として立ち現れたりと、自らの意思とは別に集団社会の中で無意識に拘束制御されています。最新技術である 3D プリンターによる表現をはじめ、古典技法ともいえる裁縫など多岐にわたる表現を通して、私たちの身体にまつわる社会的状況を提示します。また普段は公開してない研究室の最新部まで展示会場として公開することで、その教育現場の空間が持つ意味を問い直します。これ面白いですね。通常は展示会場として何、本当にバックヤードの方まで展示されてるんですよ。これはちょっと確かに新鮮な体験でした。でもやっぱりそこまで見せて初めて、やっぱりきちんと美術業界が変わらなきゃいけない、ないっていうですね、そういうこともつながるという意味で非常に、まあ、コンセプチュアルにもよくできたなと思いましたけどね。で、もう一方の会場である元町コースアパートのオルタナティブスペースコアは、音楽彫刻専攻の卒業生で出品作家の久保弘子が運営していますと。音楽から広島という都市に生み出してきた貴重な財産といわれる人材やスペースを、この機会に改めて再興する試みにできればと考えていますということですね。で、よいしょ。で、入ったところにはね、こういう、あれですよ、行けばですね、アーティストが大体いるので、いろいろ多分作品とか説明してくれると思います。今、チャットに答えてるんですけど、ね、はい、まあ、シンポジウムもあって、まあ、ちょうど僕、これ、シンポジウムを見に行こうかな、シンポジウムというか、公演を見に行こうかなと思って、昨日合わせていきました。入り口のところには、この、やっぱり結構大きくですね、取り上げられて。
いました。この、まあ、コンセプトとしてもすごく明快だし、でもこういう男性優位の社会構造というジェンダーを大きくテーマにして女性作家を中心に集めて展覧会で、今やっぱりまだ珍しいですし、しかもそれをあの芸大のね、あの彼女たちは歌うは、まあ、女性がキュレーターだったわけですけど、やっぱ男性がね、あのこういう企画キュレーションを務めてやるということ自体が相当珍しかったということもあって、いろいろ記事になっていました。これは記事が貼られていましたと。で、さっきの清田川立さんのですね、ありましたね、あの騙し安村さん、それも実はこっちの方にも置かれてます。まあ、置かれていることで、まあ、比較ができるっていうふうに言ってました、ね。はい。で、入っていくとスペース、最初のスペースにはこういうような展示があるので、まずはこちらの作品から見ていこうかなと思います。これ、岸薫さんの、His Life という作品ですね。これはあのフルネクタイと刺繍を使った作品で、それで、ね、近づいていくといろいろわかるんですよね。いろんな中のメッセージがあったり、まあ、グローバルとか、リーターとか、グーグルとか、フェイスブックとかね、いろいろありますね。で、なんでこれネクタイなのかっていうと、まあ、ネクタイがだからこれ男性ですね。まあ、男性、まあ、確立化された男性社会の象徴です。まあ、女性と比べても、やはりまあ男性の方が格好がね、まあ、スーツ着てる人が多いですからね。変化の乏しい男性の仕事の装いに眼差しを向けましたと。で、で、ただネクタイなんですけど、ネクタイがこんな感じになってますよね。まあこうやって逆になって起立している。まあ、これがだから、ちょっと男性器にも見える。だから起立しているようなものが、やっぱり男性の肉体性みたいなものを表して、で、これにいろんな企業のロゴが入っているとか、あるいは言葉っていうのは、まあこの、男性、まあ変化の、激しいこの社会の中で、こういうような、ものに実は男性がさらされて、結構男性も結構辛い思いしてるよねっていうような、まあそういうような順応し、まあ現代社会の順応を強いられている精神を表しているということですね。はい。で、それとともにですね、いろいろな置かれているのがこちらですね。こちらはビーズ刺繍による実物大の心臓で、これはやっぱりすごく目立ちますね。これは作家自身が主婦業の生活で培った、まあ、刺繍のこの技術によって制作されていると。で、まあ、こういう形で、まあ、心臓見れば分かると思うんですけど、刺繍によってこういう心臓が、いろんな形で、置かれているわけですね。まあ、これ本当に作品としても、ね、すごくなんか目につくいいものが多いなんですけれども、でもこれも結構皮肉の効いたメッセージになっていて、まあジェンダーですよね。ジェンダーの問題で大きくなった、まあ僕自身が愛知トリエンナーレで、なんで男女半々にしようかなと思った一番大きなきっかけが東京医科大の、入試の、一律女性減点問題というのがありましたね。まああれは本当に僕も衝撃だったんですけれども、それと実はこれリンクしている話で、まあつまり医学部の入試問題、医学部っていうのは基本この医学部の外科手術、まあ脳外科だったりとか心臓の外科手術、いわゆる高度医療っていうのは基本やっぱり圧倒的に男性が多いんですよね。女性の医師っていうのは、まあ、高度医療に携わっているケースはすごい少なくて、実質的にやっぱり高度医療が男性によって占められているということで、まあ、そこでこの生命維持の核である心臓の形を使って刺繍を施すことで、まあ、この本当だったら女性だってできるはずなんだけれども、こういう高度医療ね、それはそうですよね。能力的に手先が器用な人なわけですから、手先やっぱり外科手術っていうのはね、知識だけじゃなくてむしろ手先の器用さとかが求められるわけですから、女性ができないわけないですよね。でもそういうものをこういう技巧的な刺繍ビーズなんかを使ってやるということで皮肉が込められるっていうもので、まあこのあれはすごく見た目のね、この端正さとか所有欲みたいなものをそそるっていうのも含めて、でもな込められたメッセージの、男性社会への眼差しとかも含めてすごくよくできた作品だなと思いますね。はい。で、これはね、良かったっすよ。これは僕は結構感動した作品ですね。
これは沖中志保さんという、これはあれですね、あの2008年の、広島市立大学の芸術資料館で所蔵されている映像作品なんですけど、これ映像作品なんですけど、皆さんはこの映像作品を全部見ることできません。できませんというのはなぜかっていうと、多分ね、あの映像作品って長い人は、あの長いものはね、結構もう映画ぐらい長いものがあったりとかして結構びっくりすると思うんですけど、あとこの映像作品の時間、31時間43分31秒の映像作品です。すごくないですか？これはね、えっと思って、でも説明を聞くとなるほどと思うんですけど、これあの、まあその作家自体も広島出身で、ずっと、だからこれはエアーで、鶴を折ってるんですね。千羽鶴を折ってるわけです。で、千羽鶴を折っている、こうやって、もうだから手をこうやって鶴を折ってる。でもちゃんと手を、鶴を折ってるってわかるんですよ。で、わかるんですけど、結局何を表現してるのかっていうと、まあだから、広島の人は当然平和教育っていうのがもう学校の教育課程に組み込まれていて、当然鶴を折ったりもするし、そうなんですけど、でも、結局のところ鶴ってこうやって、もうそうするといっぱい鶴で折ってる人はもう何も考えなくても鶴ってずっと折れるように、もう手が記憶しちゃってるわけですよ。でもそうは言ってもそうやって何も考えずに折って平和のために動ってる動きってどれぐらい本当に意味があるのかみたいな、っていうことを考えさせる。だからまあ黒い背景で手がずっとこの千羽鶴を折っているっていうこと。でもそうすると、なんかやっぱり平和教育の形骸化って言われてますよね。これ広島でも沖縄でもずっと言われてますけど、その形骸化された平和教育みたいな。やっぱ見ていてすごく虚しくなってくる部分もあってですね。まあそういうような、ところもありますよね。だから、あとはやはりまあ、広島の原爆っていうのは、これってやっぱり政治的にもすごく難しくて、広島自身はもう最大のね、人類史上最大に近い悲劇の被害者でもある一方で、まあ、アジアのね、周辺諸国、日本が侵略していた周辺諸国から見てみたら、広島っていうのは軍都でね、まさに広島からたくさん、侵略する兵が来て、まあ、それによって自分たちがね たくさん殺戮されたりみたいなっていうことがあって、ある意味ではすごくその侵略者の土地でもあるわけです、都市でもあるわけですよね、っていうやっぱり両面があって、その両面に関してやっぱり広島が平和平和っていうふうに言い過ぎると、でも加害者のことっていうのは、加害者の土地っていうのは要するにその都市であった、加害のための都市であったというような、そういうところが目をそらすようなものがあるんじゃないですかみたいなこと、この辺の問題はやっぱ結構複雑でですね、かつて銃撃されて、ね、有名だった本島、長崎のね本島市長がいるんですけど、本島仁さんという方が広島の原爆ドームが世界遺産に、ね、登録されるときに、広島はおごれなかれっていう論文を発表してて、これネットで検索して見れると思うんですけど、まあそれ見て僕もやっぱ結構衝撃でしたね。やっぱり被害者じゃないよねと、被害者でもあったけれども加害者でもあったよね、この両方にやっぱり向き合わないと真の反省とか真の平和って訪れないんじゃないのっていうことをすごく鋭く指摘した論文で、これはネットで読めると思うので、ぜひ皆さん読んでいただければなと思います。本島さんってすごい面白い人だなと思いました、それを見た時に。だからいろんなことを考えさせられる、うん、これはね、今回の展示の中で僕は1、2を争うぐらい好きな作品ですね。でもつまりだから31時間、だから要するになんで31時間飼ってるのかっていうと、エアで千羽折ってるんですよ。でもすごいですね、だからエアでといい、これ31時間それを折って、それを映像で撮り続けたわけですから、まあ尋常じゃない、まあ、体力というかね、大変さでもあったし、でもそのいろんな思いみたいなものとかもね、感じる、すごくいい作品だなということを思いました。はい。で、こちらも面白かったですね。こちらは、ですね、
あ、そうそう。これは、ポートレートです。ポートレートで、いろんな、男性や女性の写真をインターネットで探したんですね。探したんですけれども、インターネットからあえて性別の判断が難しいポートレートを選んだんですね。まあ、要するにすごく中性的な人っているじゃないですか。パッと見た時に男性なのか女性なのかっていうのがわからない人がいて、その写真を選んで、でその写真からをもとに刺繍やミシンの糸によって、まあ、こういう結果ドローイングのような感じで描いたんですよね。でもこうやって見ると確かにね、あれ男性かな女性かな、だからこの右の方はパッと見女性にも見えるけど、でもこういう長髪の男性っているよな、顔の綺麗なとかね、で左も女性なのか男性なのか確かにわからないとかですね、そういうこれもわからないっていう、だからなんかこの境界とかの曖昧性みたいなものを扱った作品で、まあこれもだからあれですよね、去年とかでしたっけ、大問題になりましたよね、関西の方のテレビ局で、男性なのか女性なのかわからないっていうところに行って、でお笑い芸人がすいません胸触らせてもらっていいですかっていうですね、もうハラスメントで、まあもう出演したそのコメンテーターの人がこんな人権侵害ありえんだろうって言って激怒して、でまあもう番組も謝罪して、そのこんななくなるなんていうね、チチンプイプイでしたっけ、違うかなんかわかんないですけど、そういうのがありました。でもまあそういうのとつながるものですし、我々自身がやっぱり見た目、まあ、ルッキズムだとかね、あるいはその男性とか女性はこうあるべきだみたいな思い込み、アンコンシャスバイアスみたいなものっていうものにいかに取られてるのかみたいなものを、やっぱりスッパッと写真でポートレートで曖昧なものをもっとミシンとか糸で曖昧にすることで、そこからまた立ち構築というかね、そこからそこの、思考から自由にしてくれるみたいな、そんなことを投げかけてる、まあ、これも非常にコンセプト明快ないい作品だなと思ったし、まあ、こんなのも本当にこんなのもってないですけど、こういう作品も全然愛知取り入れない2019に展示されても全く不思議じゃなかったなっていう、そういうコンセプトの作品だなと思いますね。これもユニークで面白かったですね。これは松田里奈さんの、パパハテナマークっていう作品で、まあ、作業用のズボンが普通に床に落ちていて、まあ、そこから、その中からショベルカーが這い上がってくるっていうおもちゃのっていう作品なんです。まあ、すごいなんかコミカルな作品なんですけど、パッと見るとコミカルで、まあ、なんていうか、このお父さんが、このショベルカーがね、お父さんが、なんだろう、虫とかにね、なんか変身しちゃったような。朝起きたらなんか俺ショベルカーになってたみたいなっていうような、まあそんなような不条理なちょっとね世界観の作品のように思えるんですけれども、実はまあこの松田さんのお父さん自身がですね、 事件名はわかんないですけど、昔ある事件を起こして過去にですね逮捕拘留されているそうなんですね。っていう、まあそういう普段であれば、まあそういうのってね、なかなか外には言いづらい、隠したいような家族の内情を、まあ、こういう形で松田さんが、まあ、ある種このコミカルな手法で、まあ、ある種対象化することで多分何かしらね、なんか乗り越えていくみたいな作品に昇華させることで、自分の気持ちに何か区切りをつけるとか、そういうようなことがあるんですよね。だからやっぱり表現のね背後にはやっぱこういった暴力性とかね、そういう誰もが突如巻き込まれる可能性みたいなものがあるっていう、まあ、そういうようなこととかもつながるような作品で、俺もいろんなことを考えさせられる作品でしたね。まあ説明がなければね、なんだこれってなんですけど、説明があるとやっぱりいろんなことを考えさせる、まさに現代アート的な表現だなと思いました。これはあれですね、美術手帳の中でも写真で印象的に使われてた、これもまあすごく女性の作家ですね。宮内さん、佐穂さんかな、はい、佐穂さんかな、さんの作品で、これはだから自作フィギュアと、まあ、要するに欲望の対象として消費される、女性を自分で、3D プリンターでフィギュアを作って、まあ、センセーショナルな絵ですね。でタイトルがですね、フォービットンフルーツと、天国の工場で生産されたストリッパーたちというものなんですので、こうやって見てみると
まあ、これは、フィギュアとイチジクジャムで、床ですね、床にこれが落ちているんですね。で、まあ、これもちょっとやっぱり衝撃的ですよね。まあ、いろんな、まあ、性暴力とかをね、すごく想起させるようなものですし、まあ、まさに女性が欲望として、まあ、対象とされている。あ、まあ、今ね、チャットで AKB の総選挙皮肉ってるって書いてありますけど、まさにああいうようなあのアイドルを、まあ、あのビジネスみたいな形でね、ああいうふうにあの、まあ、性的な消費の対象にしていること、アイドルでも、まあ、皮肉ってるようにも見えますよね。うん、そうです。フィギュアの、ね、出来がすごいいいんですよね、確かに。で、こちらの方にはがです、ね、英国の工場で生産されたストリッパーたちということで、まあ、あのチアリーディングっていうのは競技である一方で、まあ、クラス内での承認欲求が引き起こす複雑なヒエラルキーを体現できる集団装置とも考えられる。で、こっちのひな壇のフィギュアっていうのは、まあ、工場で大量生産されベッドコンバーで運ばれるクローンのように見えるので、まあ、それが、まあ、ピラミッドのようにね、こうやって、浮かれているっていう、まあ、これまさになんかね、アイドルビジネスなんかもね、なんか象徴しているような。まあ、これはやっぱり男性が作るのと女性が作るのでは全く意味が、愛が違うし、まあ、女性が、まあ、こういう女性を、まあ、欲望の対象として消費する女性に対しての男性に対しての、まあ、批判的なあの意味を込めてこういう作品を作るというのは、これはすごく、まあ、なんていうか見てる男性としての自分としてもやっぱりいろんなことを考えさせられる作品でもありましたね。はい、そちらこれもすごく、記事なんかで、ね、よく使われる、まあ、この展覧会を代表するような作品ではあるんですけれども、これは墨田うららさんの作品で、これはですね、この墨田うららさんっていう作家の人が、自分の身体を 3D スキャンして、でそれで、自分と同じように1分の1倍率で 3D プリントしたんですね。いやー、だからまあで、まあ、しかもこの墨田さんが受付ってところにいて、受付ってところにいて、岩崎さんが、あ、この、 あの作家さんが 3D プリンターの、 あの裸体の人ですっていうふうに紹介されるから、やっぱりそれ言われた時にどういう反応すればいいんだろうみたいなことを思う。まあすごくエロティックですし、でも、まあ、まさにこれを見せられる男性もすごくなんていうか試されるというかね、あ、でもそういう目で確かに実は、例えば我々はそういうことをこういう 3D プリンターの彫刻じゃなくても見せられた時に、何なら頭の中で妄想したりとかするわけじゃないですか。だからなんかそういうようなこととかもなんか突きつけられるようなね、あの作品で。ただすごくでもいいなと思ったのが、やっぱり色がいいですよね。こういう光学的な先端技術で、この車なんかに使われてるですね、塗装を使って表面を玉虫色に、してるらしくてですね。で、墨田さんなんでこれ作ったのかっていうと、やっぱりそのジェンダー平等とかフェミニズムで性別への意識っていうのは開かれつつあるんだけれども、でも一方で肌の露出とかは以前よりも規制が増えていて、まあ、身体的に閉塞させているっていうことなんですね。なのでやっぱり本当だったら別に肌をどれだけ露出させていいのかっていうこと自体が本当だったら女性の自己決定権であるわけなんだけれども、その自己決定権みたいなものがまたある種のジェンダーとかフェミニズムとかの意識が高まったことによって、それがまた別の抑圧を生んでいるよねっていうこと、そこに対する批判的な投げかけでもあって、でさらにはこの手足がないっていうこと、これがやっぱり不自由さを象徴しているようなところもあって、まあ、これは本当によくできた作品だなってことは思いましたね。で、その、背後にはまた墨田さんが、暗闇の中の、ね、海で浮かんでいる、そういう映像作品、それも幻想的な作品がありました。で、それここから先がね、バックヤードで、これも面白かったですね。これは、テイさんっていう、上海出身の中国の作家の人だったんですけれども、これは、愛知トリエンナーレに行った人だと分かると思うんですけど、モニカ・メイヤーさん。モニカ・メイヤーさんのように、要するに考え、自分の考えとか、あるいはそういう表現の自由とか抑圧みたいなものとかで、これを書いてください、でチョークが置かれていて、で、書いてください、この展覧会を見て思ったこととか、
そういうことを自由に書いてくださいっていう作品で、まあ、だから会期中どんどん発展していく作品なんですね。なんですけれども、ただその横にはステートメントがあって、やっぱりですね、中国上海に生まれていて、やっぱり自国が日本に来たら彼女は自由にいろんな表現の自由を行使できるし、まあ、自国の批判とかだって別に言えるわけだけれども、やっぱり国に帰った途端それができなくなるとか、あるいはだからやっぱりもうハラスメントの問題っていうのはすごくパーソナルなものだけれども、でも国によってはもうすごく大きな国ぐるみでそういうことをやられてしまうっていうこと。でその中で実はこの壁面にはこの中国では彼女は絶対に言えないようなすごくさりげないけれども大事なことっていう自由を求める言葉が書かれていて、そこの上にどんどんみんな書いていくっていうものですね。でもやっぱりこういう展示じゃないですか。そうするとやっぱりおそらく女性ですね、見た人がこういう男が偉いんじゃないとか、奔放上等、ビッチ上等、お金と権力があれば思うようになると思うなみたいなね、まあ本当になんかいろんな多分嫌な思いをしてきたんだろうなみたいなっていうようなね、作品がありました。そうそう、この作品のところにはですね、ちょっと写真では撮れなかったんですけど、鼻歌で歌ってるような音声の作品もありました。はい、で、でした。でこういうものを、作品とかこのあれを見たね、絵を、この書かれてるのを見た多分男性でしょうね、この時代に男として生まれた意味を、力を持ってしまった意味を、自由さをもっと大事に考えて、傷つけるためじゃないよ男の意味で、手厚、そんな男女で差を作りたくないけどっていう、まあ、男性もだから多分こういう切実な表現を見て考えたことを書いてありまして、でやっぱりまあその辺をいろいろ見ているうちにですね、なんか、まあ、自分もちょっとなんか書こうかなと、書きたくなってしまったというか、まあね、やっぱり抑圧とか表現の自由っていう意味では、まあ、自分はね、多分去年最もそれのね当事者というか最前線にもいたので、なので僕もこんなこと書いてきました。紫のチョーク、愛知トリエンナーレ2019、表現の不自由展、その後再開できてよかったですね、ということを書いて、なので明日明後日これを見に行った方はこのものが、これ僕が書いたこれが見れると思います。でもこれ一応ルール的にはですね、上に誰かが書いたものの上にチョークで書いたりしてもいいんで、この上に上書きしてもらっても構わないですね。ぜひ皆さん、ぜひ見に、お近くの方、お近くでなくても見に行っていただければなと思いますと。はい、で音声の作品があって、で音声の作品はですね、そのスーパーの店内 BGM を子守歌として口ずさむ作品なんですね。ここで流れてたところで、これは作家が妊娠中に母になることを想像して制作したもので、なんかその中川さんという 作品なんですけど、まあ、母親が家計を支える環境で育った作家が、まあ、密かに聞こえる夕方の環境音で母親との記憶を呼び起こす。だからそのスーパーの店内 BGM が母ともすごく重要な記憶になっているということなんですよね。でただこの軽快な音階で買い物せかされて、無意識的に女性への価値観が刷り込まれていくような違和感があったということで、それがやっぱりこれまで男性主導の社会構造の中で主婦として家内従事する姿が理想とされてきたけれども、この子守歌自体が母から子への伝承になって、多様な価値観の存在に気づかされるっていうですね、まあ、これも説明がなければ本当になんか軽快なね、スーパーの、まあ、スーパーの店内 BGM が作品になるのかみたいな話であると思うんですけど、でもそれも聞かされるとね、本当にいろんなことを考えさせられる面白い作品ですね。はい、でもう一つ、これはあと二つですね。これは、青原さんの作品で、森という作品で、このそうですね、この作家の大津原、ちょっと待ってくださいね、なんていうか、青原久子さん、久子さんって言っても久はですね、後世の後に佐護城の佐に子で、これ豪華社ですね。豪華社っていう、まあ、数字の単位でありますよね。一十百千万億長計外国豪華社が葬儀になれた不可思議無量大数みたいなっていう、それの中に入っている豪華社っていう、かなり上の単位の、この川を流れる無数の砂を表す単位ですよね。その
違うか、一十百千万億兆経外女上交換制裁なんだっけ、もう忘れちゃったな。一十百千万億兆経外女上交換制裁ん国豪華車麻生議員内歌不可思議無料対数とかなんかそんなような感じですよね。昔はねちゃんと覚えてたんですけどね。まあでもそういうすごく大きな無数の砂のすごく大きな単位 でその豪華車の、豪と車で子をつけて、久子さんっていうのが名前なんですね。でそのさそれが作家の名前になっているんですけれども、でもそういう広大な風景も突き詰めれば、まあ、結局小さな砂の粒に還元させられるということで、まあ、ミクロとマクロの視点を行きしながら、まあ、重層的な絵画空間を作るということで、だからなんか本当にすごく綿密にね描かれた絵でしたね。で光の粒の集積が木なのか花なのか区別がつかないっていう、まあすごくその森っていうものをすごく多彩な、まあ、光とかですね、光や、木とか、まあ、もう本当にミクロとマクロの両方の視点で、たくさん絵を描いたっていうことで、まあ、これは絵ですけどいろんなことを考えさせる、はい、面白いものでしたね。はい、そして、最後がこれですね。はい、これわかんないですよね。これ作品が実はあるんですよ。作品があるんですけど、これ真ん中のところになんかちょっとなんか斜め上になんか線みたいなものがあるっぽいのがわかりませんか。そうこっちじゃないか。そうこの辺。こっちこっちこっちもうわかんないなそれでそういうでもうちょっとこうやって近づくとこういう風になってて、これ実は髪の毛なんですよね。髪の毛で、でまあもっとだからこれフォトショップとか使ってですね、色調を変えるとわかります。こんな感じで、実はこれがこういう風に床から斜めで天井に向かって張り巡らされているんですけど、これはだから天井から床に線が伸びているんですけど、この線というのは何かというと学生の髪の毛ですね。髪の毛を収集して、でそれを結び合わせていると。で大学をね今受ける人っていうのは当然どんどん多様にはなっていて、まあいろんな髪の毛の色があるんですけど、だからそれが実はよくよく見てみると髪の毛もいろんな髪の細さだったり太かったりとか色が違ってたりみたいなことがわかるっていう。でも結局それって髪ってやっぱり薄いから視認性が乏しいので肉眼で注意深くしてみないといけないと。だけれどもそれってつまり我々社会の中でマイノリティってこんなこれぐらいのものしか認識してないんじゃないと。それぞれみんな一つ一つ一本一本違うんだけれども、そういうことに気づかず我々生きていませんか。それが差別とか抑圧を生んでるんじゃないですかっていうことを投げかけている作品だと思うし、これはそういう意味ではすごいよくできたコンセプトの作品だなということを思いますね。という、はい、いろんなものが、ね、ついていることも分かる。はい、で、その日に僕が行った時に、この芸大の、荒木夏美さんが講演会やられてました。で、まあ、僕も最初は最後に見て、昨日もちょっとねツイッターで少し書いたりしましたけど、やっぱり美大とか美術大学ですごくいろんなハラスメントがやっぱ起きている。まあ、別に増えたんじゃなくて今までもあったんだけど単に見逃されてた、問題として意識されるようになったからであると。で個人のそういう教員の問題というわけではなくて、もう構造がそうさせてしまうんだと。でそれによって気づかない人が多いということで、やはりですね、そういうことに気づかないといけないんじゃないかなということも思いました。あとはこの講演会でね、最後岩崎さんがね言ってたことが僕もすごく印象的で、まあ、岩崎さんがねやっぱりこの展覧会をやって気づいたこと、女性はだからまあ、さっきオープニングのねちょっとインタビューでも言ってましたけど、男性作家は政治的な作品を現代アートで結構作るがちだと。でもそれはね、抑圧がないから別に自分の問題みたいなのを考えるんじゃなくて社会にもうちょっと目を向けられるんだと、自由にねできるから。
でもそもそも女性はさまざまな制約が多くて、社会的にも環境的にもそういう構造的にも抑圧が多くて、そうするとその構造の中でまず自由になるためにやっぱり身体と向き合わざるを得ない。でもその身体と向き合った表現の中をよくよく見ていると、その中にはすごくその身体を通して現れる、立ち現れる表現の中から社会性とか政治性とかそういうものが見えてくる。それはやっぱり今回矢崎さんがやって、すごく女性はだから社会的な作品を作らないじゃなくて作ってるんだと。でもその社会的な作品っていうのはやっぱり身体を通して社会とつながってる。でもそういう表現しか許してないっていうのが、そもそも男性の構造、抑圧的な、ね、構造からそうさせてんだよねということについても考えなきゃいけないっていうことに気づかされたっていうことで、それはすごく僕も相取りをやってもう多分気づけなかったところだし、バイトリはそのジェンダーをテーマにした作品自体がそんな多くなかったので、やっぱこういうふうにまとめてそういうことを見せられることでそれが分かった部分もある。だからすごくそのやっぱりその彼女たちは歌うと、こちらの今回の、カナリアがねサイズを止めるとき、本当に似たような作品もあればそうではないだけれども、本当に切実で、でも身体性から社会性へみたいな、そしてそれが女性は非常にうまい、でもそういうのをうまくさせてしまっているのは男性だっていうようなところも含めてですね、本当にいろんなことを考えさせられる展示でした。だからね、なんかちょっと東京の人とかはね、広島なんでちゃちゃっと行ってっていうことは言いづらいんですけれども、本当に見る価値がある面白い展示だったと思いますので、明日明後日、この金やサイズを止めるとき、やってますので、ぜひですね、見ていただければ、まあ、ウェブサイトの方を見るとね、いろんな説明書きもありますし、でしかもまだ若いね、サッカーばっかりですから、まあ、こういった若いってサッカーがどんどん育ってるっていうこともいいなと思いましたし、まあ、僕自身ね、またこういう荒木さんがやってたり岩崎さんがやってるこういうジェンダー系のアートの展示もっともっと見たいと思いましたし、それをね追いかけたり、あるいはサポートしていったりとかっていうのをしたいなと思いましたので、またまあ、僕は、ね、アート業界から、まあ、だいぶね厄介者扱いされてるので、あくまでアート業界のそばで外側の近くにいて、つかず離れずぐらいの距離感で、応援団としてもね頑張っていきたいと思いますので、ぜひまたこの番組だけではなくて、いろんな気になったアーティストがいたら、ぜひ皆さん作品を購入したり感想を送るなりでですね、支援していただけると、いいかなと思います。ということで、今日もね長くなってしまいましたけれども、でも本当に作品のね紹介自体たくさん楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。まあ、こういうアート系のレポートは折に触れやっていきたいと思いますので、まあ、あとなんかこの展覧会面白そうだよなんていうのがあったら、ぜひ情報もね皆さんお寄せいただければなと思います。ということで、本日のポリタス TV はここまでとなります。来週も、平日は午後7時、放送します。頑張ります。なので、明日は、まあそうですね、あと2日で僕も誕生日で47歳になりますけど、まあ、なるべくね、もうあんまり若くもないんですけど、ただ、まあ、若くね、フットワークがよくいろんなとこ行って、皆さんの知りたい話題をレポートしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。また、来週お目にかかりましょう。さよなら。